都によると、新たに確認されたオミクロン株の感染者は4人。このうち1人は都内クリニックの50代男性医師で海外渡航歴がなく、経路が不明なことから市中感染とした。医師は16日の勤務を終え帰宅後に発熱。17日に抗原検査でコロナ陽性が判明し入院した。24日にゲノム解析でオミクロン株感染が確認された。ワクチンは2回接種済みで現在は無症状という。濃厚接触者はこの男性医師の家族2人とクリニックの職員3人の計5人で、いずれも現時点で陰性。男性医師は診察中にフェイスガードとマスクをつけていたため、診察を受けた人は濃厚接触者に該当しないが、都は職員と受診者計約100人にも検査を呼びかけている。市中感染の確認を受け、東京都の小池百合子知事はこの日の定例会見で、こういう年末年始を最後にする覚悟で取り組んでいくと強調。検査体制を強化して早期の診療、隔離に続けることが重要だと述べた。25日から、都民の希望者を対象に新型コロナの無料検査を実施すると表明。来週中に180箇所で1日3万件の検査が可能な体制を整備する。現実味を帯びてきた今冬の第6波は一体どうなるのか。名古屋工大の平田晃忠教授、医療工学、が人工知能、AI、を使い推計したところ、25日に都内で感染拡大が始まった場合、例年1月下旬に新規感染者数が1日あたり約1000人を超える。ピークは2月中旬で約3000人台になると見られる。平田教授は年末年始の帰省や忘年会、新年会で感染が拡大する恐れがあり、引き続き対策をしっかりするべきだと話している。岸田文雄首相もこの日、年末年始の帰省や旅行は慎重に検討していただくようにお願いしたいと呼びかけた。自らも広島への帰省は取りやめる。山際大志郎経済再生担当相は感染が広がれば、政府として行動制限の強化も含めて機動的に対応する必要があると述べ、状況次第で飲食やイベントなどの制限を検討する可能性に言及した。